ここで何を語ればいいのかは全くわからないマッチメイクですね。小口金也です。プロデビュー戦です。打ち抜く会場のスピーカー、誰がやべえか教えに来た。地元は東京、中の東京、目と鼻の先赤坂公共、地盤も家庭市場にも熱いけど、一度敵になったら容赦しねえよ。いらねえ握手鳴らせコング。大村、僕がちょうど見てて、まあ軽々しくも、あ、こいつなら勝てんなっていう、だったらちゃんとリングの上で白黒つけて、うん、やっぱそうだろと思うのかっていう気持ちで、実際ちゃんと始めてみようと思ったのがきっかけです。ゼロ勝20何敗これはホームラン並みちでして、僕のリングネームみたいになった、はい、ホームランと一番大好きなちょっとこれの、あれなんかちょっといやらしいなんかあれじゃないですか。あわよくば的なところもある。そこは考えてないですけども。試合ちょっとまあ彼女もちょっとプロモーション忙しいんで。なかなか合わないもので、DVD を貸してもらったりとか。20戦以上彼はやってきて、プロだからさみたいなこと言ってるけど、プロって何なんですかっていう。ゴルフやってるイメージしかないんで、まあ金持ちなのかなっていう、そんなものしか見てないです。どっちが本当に格闘技を舐めてるかっていうのが分かるんじゃないですか。舐めたら辛いよっていうか。いやもう打撃です。もう男なら打撃だと思って。KO しかないです。小口金也なんで KO なんですよ。イニシャルも。倒してバックオン立てキュッて感じですね。